動き出す？またナイエスナイエス、どうしていきなりゆっくり歩き出したの？急いで。司令部への応援要請。応援要請。嘘。ダメ？こんな話してる暇ない？戦ってる暇ないかしら。もう撃っとけば安全。あ、でも撃っとくとこの敵がなんかいるぞってわかるのかな。オッケー。よし。で、どこ？あ、また歩き。あ、これね。どこに引っかかった？どっかに引っかかってる？できてるかな？あれそう、あれそうだ、足がある、両方ある。ああ、早く助けてあげないと。当たったりしないよね。ナイエスを助けないと。ナイエスを助けないと。まだ来る？あ、いや大丈夫。ナイエス助けてくれたのに。今修復する。もっと止血シェルとロンリーウイルスワクチン。それと止血シェル。以上、当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい！いいから出して。え、感傷的になってるよ。トゥービー言って。黙って。助けてくれたのに。僕たちは兵士です。その戦い誇りを。スフィー、助けられないってこと？装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求め。さっき乗ってたやつ。 QS がさっき乗ってた。分かった。出ちゃうの？助けてくれたのに。足がやっぱり。じゃあ一人ぼっちの、あ、これは倒さなきゃいけないのね。結局どういうこと？どういう戦いになるの？殺す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 って言ってる。うわっ、殺すって言ってる。言葉を喋ってる、機械生命体にそんな知性が。オッケー、避けてる。敵機体の脆弱性を発見しました。ちゃんと生きてる。今から援護のためにハッキングします。ありがとう。クビー、はい、敵機体の上腕部のコントロール。上腕部のコントロール、ボットを使って。ボット制御を取れるはず。ボット、いいから黙って。上腕部のボットってどれ？誰のこと？うわっ！敵機体の上腕部のコントロール取れた？脱出完了。弱点部分をマークしました。マークしました。了解。ありがとう。制御システムを奪う。奪う。了解。敵サブユニット侵入。取ってくれた。挙動テーブル変更終了。はい、姿勢制御バーにあるコントロール。敵兵器の従属化を完了。あ、使えるってこと？ああ、これは壊させるの？壊させるってこと？ほぼ部みたいになってるってこと？あ、わかった。そういうことね。刀みたいに使えた。すごい。ハッキングってそういうことか。頑張って、ツービー。ケースが見てる。いい加減壊れろ。あ、大丈夫？ちょっと頭打った。
な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。もう来てくれてる。そんな、えっ、あっ、いっぱい。なんでこの恨みを買ってるの。なかなかうまくはいかないみたいですね。どうするの？何を持ってるの？準備はできました。爆弾？ブラックボックスを。ブラックボックス、分かった。さっきもブラックボックスの反応がとかって言ってたよね。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。何でも許可。自爆するの？トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。自滅した。よみがえる体、トロフィーを獲得しました。え、どういう状態。宇宙船みたいなのに乗ってる。動かせる。セーブ可能。あ、ナインエースと再会する。いけない。こっち、不思議な世界。 2B、 これ 2B の部屋。今行ける。ここ来たよ。違うみたい。あ、ナインエース。ナインエース作戦は成功でしたね。成功でした。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。はい。ナインエス、今後の、はい、ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。はい。体が新しくなった。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。あ、そうなんだ。そう、守ってくれたんだ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。栄光あれ。胸隠したぞ。悲しいね。このゲームではメッセージ共有機能にオンライン機能を使います。オンラインに接続しますか。一応ハイにしとく。夜派、さっきも言ってた夜派なんたら舞台みたいな言ってましたね。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略。エイリアン、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明壊滅。はい。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群より、はい、アンドロイドを使った反抗作戦が開始される。うん。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。はい。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たち夜派部隊は存在するのだ。はい、そういうこと。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。
承知しております。ヨルハ部隊健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。そうなんだ。じゃあエイリアンの作った機械に対して人間が戦うために用意したアンドロイド、ニーアオートマタ 2B。 2B さん聞こえますか？起動セットアップを始めます。まずシステムのメイド設定を確認してください。はあ、それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのままメイドの調整お願いします。これくらいにさせてください。 2B さん、この値で大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとう 9S。 あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。あ、はい。ボイス音量。それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整をお願いします。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。 2B さん聞こえますか？聞こえない。もしもし、聞こえるように調整お願いします。聞こえるよ。僕の声が聞こえるように調整お願いします。はい。かわいいね。もう一回言って。あの恥ずかしいので早くしてもらえますか？もうちょっと。 2B さん、うん、聞こえますか？あ、戻ったな。もしもし、はい、これで問題ありませんか？大丈夫。あ、大丈夫。 9S の声ってなんか安心する。あ、ありがとうございます。かわいい。これでオプションの設定は完了です。わかりました。自爆許可の項目が消えてる。自爆許可？ちょっと待ってください。さっきのすぐに復元できるので。ブラックボックスみたいな。僕が設定してもいいんですが、はい、一応規則なので、はい、 2B さんが設定してくださいね。オンにしなきゃダメなの？オフにしたらダメ？オフ？ダメですよ。ちゃんとオンにしてください。ダメですよ。特別なケース以外設定は必須です。あ、そうなんですか。もう一回ダメ？見逃せません。許可してください。わかった。 OK です。いざという時は、はい、身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。さっき見せてもらった図ってことだね。設定が終わったらこの画面を終了してください。わかりました。おはようございます。あ、はい、おはようございます。寝てたのかな。身長はちょっと高いの。かわいい。司令官からの命令で、はい、2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。 9S が？ありがとう。心配はいりませんよ、はい、僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。優秀なことで有名。で、自分で言うことじゃないか。 9S シリーズさん、 2B ってことは何でしょう？継承はいらない。え？あ、私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、言ってるから。わかりました。あ、そうだ。はい、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。 2B、うん、さん。わかりました。あ、いや、 2B、 2B よろしくね。 9S 丸。あ、休憩は大丈夫。これは何？ 9S アイテムショップ。回復薬欲しいですね。こういうのって持ってた方がいいのかな。 2B 後で、 2B じゃない、 9S 教えてね。よくわからないから。どうかしましたか？ちょっと話しかけれるかなと思ったの。戦闘タイプを選択してください。バランスで。わかってない。司令官のところに行けばいいの。あ、これ見たっけ。あ、いました。行こう。司令官の場所ってこっちってこと？こっちも行ける？止められちゃうかな。え、
オペレーターだ。地球はどれだけ見てても飽きないな。格納庫なら横のエレベーターから行けるぞ。ありがとう。オペレーターシステム。あ、行っちゃう。ついてこれるかな。挟まってたぞ。あ、ナインエス来てる。あ、誰か寝てるよ。誰か寝てるよ、ナインエス。作戦を変えますか。戦闘タイプを選択してください。違うんです、話したかったの。ちょっと感情的なあなたと女の子寝てるよって言いたかったんだけど、そういう空気じゃなかったみたいです。ごめんなさい。 8B、 ここは B シリーズってやつなのかな。 B がいっぱい。 21O、 え、なんか落ちてる。うおー、人のもの取る。ナインエス置いてきちゃったし、なんか不思議。じゃあこの作戦の前はずっとこのちょっと宇宙ステーションみたいなところにいるんだね。ちょっとずつ分かってきました。そしてここから見えてるオペレーターが美しいって言ってる地球。はい、ジャンプジャンプ。メールを受信しました。メール見たいな。テストメール。本メールはメールアカウントの確認用のメールです。メールシステムに問題がある部隊員は速やかに担当まで連絡するように。サーバー担当者より。じゃあちょこちょこ何かお知らせが届くんですね。あ、全部一緒みたい。 OK、 理解した。でここに赤いのがついてるから、赤いのがメインイベントじゃないけど、あれが話しかけなきゃいけない人かな。あ、降りちゃった。あ、降りちゃったわ。この人かな。ヨルハブ隊員。こっちは順調だ。ああ、特に気づかれてる様子は。なんだお前、あっちに行け。特に気づかれてる様子はって何？サボってる？違うよ。あの、9-9Sじゃないよ。違うよ。お勉強中の人たちのところに突っ込むことは？あ、できそう。こんにちは。あなたたちのチームはいつも仲良しね。たまたま同じ任務についてるってだけでも仲良しの方がいいに決まってるわ。感情を持つことに賛同してない？大先輩からのありがたいアドバイスだ。パーソナルデータはこまめにバックアップしておけよ。そうすればたとえ擬態を失っても問題ない。バックアップデータ新しい擬態に入れれば元通りだ。さっきみたいに記憶を失うってことだよね。何か用ですか？要件は手短にお願いします。大丈夫です。ヨルハ部隊の擬態には一度倒した敵の情報を自動でデータベースに登録する機能が備わっている。戦闘部隊でありながら情報収集も可能とは実に合理的な設計だ。はあ、この子たちは戦闘部隊であり敵を記憶する能力もあると。お疲れ様です。調子はどうですか？綺麗な花とか大きな木とか可愛い動物とかいいですよね。もしもし、こちらバンカーです。え、ポットをなくした？はい、はい、そうですか。わかりました。ポットが救援音を出しているはずなので、あたりを捜索してみてください。はあ、まったく仕事ができないって思ってる。なんかでも思ったよりちゃんと感情的、割とちゃんと個人の感情があって安心しました。この人たちもヨルハ部隊？オペレーターさんが丁寧に説明してくれてるのに私全然理解できなくて、先輩の足を引っ張らないか心配です。オペレーターの説明は細かすぎるんだ。現地で必要なデータさえあればあとは適当にこっちで対処するんだが。はあ、みんな目隠ししたり顔隠してるんだね。この子は製造されてまだ日が浅いせいかすっごく緊張してるみたい。へえ、ほぼ人間。何度でも生まれ変わる人間以外に変わりがないぞ。いいかお前たち、人類の存続は我々の手にかかっている。気を引き締めて任務にかかるんだぞ。これに熱が入りすぎて任務内容を伝えてないみたいだけど大丈夫かしら。まあ地上に着いたら私が連絡するから別にいいんだけど。ほう、ここはじゃあ船体なんだね。司令官来ました。
人間 2B か。メンテナンスは終わったのか。はい、終わりました。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい、メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し、情報収集をしてくれ。あれ、情報収集をしてくれ。レジスタンスとの連絡役には別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。アサイン、専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。わかりました。ほう、司令部の人は人間、ごくわずかに残った人間が私たちを作ったって言ってるよね。めっちゃ手垢みたいなのがリアルにある。手垢リアル。月面人類会議の連絡は司令官のみ承認権があります。各ヨルハブ隊員の個別連絡は認められていません。へえ、じゃあやっぱ偉い人なんだね。地上に向かえって言ってたけど、どうやって向かうんだろう。地図、かわいい。そのポーチ何入ってるんだろう。ちっちゃいご飯とか入れてるのかな。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。そうだね、安い機体。じゃあ高い乗り物、ちょっとゴージャスな乗り物乗れるってこと。めっちゃ同じ動きしてくれる。行こう。この先が格納庫ですね。これ行きましょう。はい、行こう。楽しみだね。こっち、あ、フルフェイスヨルハ部隊もいるよ。うう、気持ち悪いこいつ。平均期間がやられちまってて、アンドロイドのくせに乗り物用意するんだ。何度も修理してるんだけど治らないみたいでさ、癖になっちまってんのかな。お前たちも気をつけろよ。え、そんなふにゃふにゃした乗り物なの。こんにちは。お疲れ、今から出撃か。いいな、私もまだ飛んでいたい。飛行ユニット高価なんですから無駄遣いは許しませんよ。そうでなくても戦闘部隊は扱いが雑なんだから。あなたこの間も機体に傷をつけてましたよね。あなたたちが剥がした塗装を誰が綺麗にしてると思ってるんですか。せっかくの美しい機体を台無しにしてそんなだから。ほう、綺麗なのかな、これ。あ、これか、さっき乗ってたやつか。これで地上まで行くの。 9S も別の機体に乗ってる。第2クエストみたいな感じ。来てる。やられないでね。どうして 2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。危ないからってことじゃない。僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。シャキ、はーい、はーい、来たよ。頑張ってね。うお、すごい、あの技。やられないでね。これ守ってあげなきゃいけないとかある。今回から新装備が搭載されています。はい、使用方法を表示しますので確認してください。わかりました。うお、使用方法をいつ教えてくれるのかな。やばい、狙われてる、狙われてる、当たってるよ。オッケーオッケー、はい、使用方法教えてほしい。あ、そういう感じですね。危ない危ない危ない。なんだろう、どうやって使うんだろう。使い方を教えてほしい。来てる来てる来てる。うわあ、この光線系めっちゃ気になる。この光線めっちゃ気になる。あー、当たってるよ。死んじゃう死んじゃう。はい、はい、もうギリギリ生きてる状態です。はい、ちょっと回復しないと。はい、わかりました。頑張ってくださいね。ありがとう。ちょっと回復しないと白黒なんですけど大丈夫かな。白黒だよ、ずっと死にかけてます。回復しました。
先が思いやられるよ。大丈夫かな。 9S 一緒戦ってね。急に敵出てきたりしたら死んじゃう。この子あんまり喋んないけど 9S 結構喋る。うーとかうーみたいな。今アクセスできない。分かった。これは、あ、なんかだいぶ錆びついた感じだね。地球こっちだね多分。あ、進んじゃう。人類がいなくなった廃墟都市。目標地点を確認。 A かの痕跡トロフィー推奨。目標地点への移動。わかりました。現在地周辺の地形情報が画面右下に表示されます。目的地アイコン赤いのが示す方向を目指すことで次の目的地へ移動することができます。わかりました。それより前にこれ気になるから言っていい？死にそう。こっちはいけないかな。うわ、トビもうダメですよ。止めてよ。いくら最新鋭の夜破機体でもあの高さは無理です。飛ぶ前に止めてよ。あんなに無茶しないでくださいね。もう死にかけだよ。飛ぶ前に教えてよ。死ぬかと思った。なんかでもさ、ある感じだったじゃん。マップ的に、マップ的にある感じじゃなかった？私の気のせい？うわ飛び。飛ぶ前に止めてほしかった。情報によるとこの付近の機械生命体は、はい、襲ってくる様子はないみたいですね。確かに最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。生きてるんじゃないんですか。彼ならに生活してるとかじゃないんですか。違うのかな。あ、なんかあそこでなんかやってるよ。確かに自分から攻撃してこない。アクセスポイントに通信障害。はい、これあれがいじめてるからじゃない。あ、でも何もやっぱしてこない。思い切りやっちゃいましょう。えいっ。これをこういじめてるから通信障害が発生してるってこと。あ、めっちゃやってくれてる、ありがとう。取れたよ。えい。マップ情報が解放されました。クイックセーブで。